これを聞いて不安に思う方もたくさんいらっしゃるでしょう。どうやったらこの習慣を継続することができるんだろうか。一日も休むことなく1年間も。ここでよくある勘違い2つ目を見ていきましょう。それはもし逆戻りしてしまったら、もし誘惑に負けてタバコを吸うにお酒を飲んでしまったり、もしくは瞑想するのを休んでしまったら、今まで積み上げてきたものが無駄だと思っている人もいるでしょう。私たちの多くは、私が呼んでいるオールオアマイナッシングマインドセットを持っています。それは善か無かの考え方です。一旦逆戻りしてしまうと、私たちはこれまでの努力は水の泡なんだ、また最初からやり直しなんだ、そうなったらもう諦めて好きなことをやってしまうと投げやりになってしまう人もいるかもしれません。この同じ研究での被験者たちのほとんどが習慣を1日2日休むということがありました。その理由としては疲れていたかもしれませんし、忘れていたということがありましたが、研究者たちはこの事実をさらに研究してみました。そして過失した効果と関連があるのかどうか見たのですが、彼らが発見したのは1日休んだことというのは、この習慣構築の進展にほとんど影響はなかったのです。しかし逆戻りすることが続いたり、休む日が続いてしまったりということが起こると、進展に大きな影響がることが分かったのです。その振り幅はかなり大きいのです。つまり2日休むということは1日休むということよりも悪いですし、1週間休むということは2日休むというよりもだいぶ悪くなってしまうのです。これが意味することは何なのでしょうか。それは私たちは考え方を変えなければいけないということです。数に焦点を当てるのではありません。逆戻りした日から継続した数を数えるのではありません。私たちが考えなければいけないのは、その継続習慣をできるだけ継続するということです。過失した効果のラインに達するまでにずっと継続するということを集中してしなければいけません。ほとんどの人々が 90% の9割の人々が習慣を1日2日休むということがありました。中毒を克服したり、良い習慣を身につけようと人々が少なくとも1回は休むということがあったのです。この時にしなければいけないのは、その流れに戻るということです。誘惑に抵抗し、そして習慣を再開するのです。翌日に再開することが重要なのです。でなければ今まで積み上げてきた習慣の流れを台無しにしてしまうのです。1日や2日休んでしまうということがあるかもしれませんが、流れに自分を戻すことができる、戻すようにしてください。そうすると最終的には勝ち差効果のラインに達成することができ、習慣を形成することに成功することができるのです。これまで習慣がどのように機能するのか、どのくらいの期間かかるのかということを学習しましたが、次は習慣を選んでみましょう。世の中にはたくさんの良い習慣というものがあります。これを一緒に見てみましょう。そして一つ習慣を選びます。そしてこのコースの間、その一つの習慣を集中して行いましょう。覚えていてほしいのは、私たちの戦略というものは新しい習慣を身につけ、最終的にはその新しい習慣を悪い習慣、中毒のものと置き換えるのです。このチャンネルは
私のパトロンの支援によって成り立っています。私の動画、このような動画をもっと見たいと思っている方がいらっしゃるのであれば、私のパトロンページを訪れてみてください。パトロンの特典などはチェックしてみてください。それでは次回お会いしましょう。